最後の点を決めたボディーブローはもう本当に見事でね、自分で取れる素質がある選手、日本人の強い選手と戦っていってほしいなっていう、うん、見たい、それを見たい選手とね、もういいんじゃないかって思いますね。どうもいいじゃないですか。内藤大輔です。今武井良樹選手の試合を、テレビの方で観戦したんですけども、それのちょっと試合後のコメントを話したいと思うんですけども、まあ強いですね。最後左ボディで沈めたんですけども、相手の相手だってもちろんね弱くないし、ブンブン振ってきてもらったら倒れるようなパンチね、出してきたんですけども、一応の一発ちょっとね最初にもらっちゃったんですけども、あれ一応の目だったかな、確かね、はい。まあ改めてになりますが、今回は OPBF バンタム級王者の武井良樹選手と、まあ、フィリピンバンタム級王者ロニー・バルドナルド選手の一戦について、はい、試合振り返っていただきたいと思うんですが、今ちょうど試合終わったところで、はい、まあ、見事武井選手3ラウンド KO 勝ちということなんですけれども、まず試合ご覧になった感想を改めていかがですか？ KO シーンになったのことになってしまいますけど、見事なボディで強いですね彼は。はい、ちょっとまあ54キロ契約の試合ということで、今後バンタム級を見据えるというところだったんですが、そうですね、54キロの武井選手というのはいかがでしょうか？体重的に、まあ、いけるのかなっていう感じで、まあ、でも一度本人が一番分かっていることだと思うので、そこはね、まあ、いけるんでしょうね。試合をちょっと振り返っていきたいんですが、はいはい、まずは1ラウンドどうご覧になりましたか？まあ、最初様子見ながらだと思うんですけど、オープニングブローは先にもらったって感じだったんですけど、あとの戦い方は、まあ、冷静に相手を分析しながら戦ってたんだなって思いました。はい、まあ、身長差にすると武井選手が170センチで、バルドナルド選手が163センチということで、まあ、7センチ差というところでしたか。はい、身長差があったじゃないですか。いや、それでね、身長差があって、で最後ボディで倒したっていうのがまあすごいなと思ったんですけど、相手をよく見てたんでしょうね。逆だったらまだしも、その身長がかなり大きい相手より大きい武井選手がボディっていうのは、やっぱガードがやっぱボディって打つとき下がるじゃないですか。しかも相手身長低いじゃないですか。ちょっと怖いですよね。相手が背大きかったらこう潜って、ね、こうできてもらう確率低くなるんですけども、相手低くて低い相手にボディってやっぱちょうど合わせられるのもあるから、いや見事なボディだったと思いますよ。だからよく相手を見てたんでしょうね。勇気いりますよボディっていうのは。相手の右ストレートに合わせての、まあ、左ボディのようにも見えたんですが、簡単な感じでしたね。なんかね、一瞬だからボディ、おお、ボディ入った、あでも平気なんだと思って、したら2秒ぐらいしかおおってきて、時間差で倒れるボディってのは本当にやっぱり効いてるもんなんですか？いやいやいや、もう本当物の見事、しかもカウンターだったし、ボディって本当ちょっとしてから来るんですよね。しかも相手全く分かってないような感じだったじゃないですか、もらった時。だから本当物の見事に、うわーバチン、うわーみたいな、本当絵に描いたようなね、本当見事なボディで、最近で言うとちょうどこうデイビス・ガルシア戦の再現のような、まあガルシアも同じようにちょっと時間差で倒れて立てなかったりとかしたんです。やっぱり効くものなんですね、時間差で倒れる。あとね、ボディまともに入ると無理ですね、しばらくは戦えれないかな。武井選手もまあそれまではこう左ストレートちょっと狙いすぎていたのかなとちょっと思ったんですよね。でガードされつつで、そのまあそれを見越してというか、それがあったがゆえに下をこう、上がダメだから下みたいな、そういう戦略だった。いや、ちゃんと、いや見てたんだと思います。そのやりながら相手が分析してたってことだと思うんです。あのね、いや生意気な生き方かもしれないですけど、やっぱ才能ありますよね。僕的になんか今回見てだいぶ評価おっていうのをちょっと感じましたね。はい、強いですわ。よく考えてやってると思う、冷静。相手を見てというか、ダウン取った時だって真顔でもうコーナーに行くっていうね、よしとかなかった。なんかすごい冷静ですよね、からね、考えながらやってるし、ダウン取った後も普通喜びたいというか顔に出ちゃうんですけど、何も顔出てなかったね。
まあ、試合中もたまにこうスイッチしたりとか、うん、非常にこう臨機応変に対応してるなっていうようなイメージも見て取れたんですが、いかがですか？あそこに関してはなんかいろいろ試しやってたんだと思うんですよね。タイトルマッチの方やんないようなことをやってたんじゃないかとは思いますよ、はい、あえてちょっとね今回隠した相手ということでやった部分あったんじゃないのかなっていう。だけど相手ブンブン打ってきてパンチもあるしさ、はい、そうですね。バルドナルド選手も過去に田中康生選手とか、まあ、石田翔選手と対戦経験ありますし、まあ、決して弱い選手ではない。あの2ラウンドには逆にストレート右ストレート当てるという場面もありました。2ラウンド、2ラウンドに、まあ、一瞬ちょっとぐらつく武井選手が、はい、みたいなシーンもありました。そうですね、はい、うん、バルドナルド選手は印象いかがでしたか？振り返って。いや、やる気を感じましたね。かませできたぞという感じ、ね、意思はないく、負けてもともとやったろっていうような気持ち、最初から負けるという感じはなかったように見えましたよ。剣をね、ブンブン狙うぞっていうふうにも見えたんです。現チャンピオン、バンタムチャンピオン、フィリピンのバンタム王者ですね。雑な部分多いなとは思ったけどね。レベルで言うとやっぱり1枚も2枚も上だったね。まあ、あえてその武井選手にこれから世界を目指すにあたっての課題などを挙げるとしたらどんなことになりますか？いやー、どうだろうな。今のところそういうのはあんま浮かばないんだよね。だから逆にもっとどんどんこれから強い選手、なんか相手見つけるの難しいと思うんですけど、日本人の強い人とやっててほしい。次世界というわけではなく、一回日本人選手、まだ世界はちょっと早い、はい、もったいない気がする。分かんない、やってみなきゃ分かんないですけど、取れなくもない。だけど、まあ、僕としてはまだちょっと早い感じがするので、もうちょっと固めてから世界挑戦してほしいなという感じですね。であと日本人の強い選手と戦っていってほしいなっていう、見たい、それを見たい。なるほど。強い選手いっぱいいるじゃないですか、はい。バンタム級ってことになりますと、まあ、国内では今堤選手ですとか、まあ、比嘉大悟選手ですとか、僕はね日本タイトルやってほしいと思う。あえて、あえて、あとはもしくはあの1位の比嘉大悟選手とやもういいんじゃないかと思いますね。バンタム級も揃ってますからね。そうですね、堤選手ともいいじゃないですか。面白そうですね。日本タイトル挑戦してほしいですね。まあ、もちろんそれは日本タイトルその先に世界を見据えてのということにはなるとは思うんですけど、そう、はい、僕はねやっぱどんどんみんなね日本でトップになってから行ってほしいんですね。日本でという話になりますと、やっぱり武井選手避けては通れない日本人選手いますよね。那須川天心選手。まあ、那須川天心選手が どの階級でやるかですよ。だからバンタムかスーパーバンタムなんですよね、はい、もしバンタムで やるのであれば見てみたいですよね。だけど那須川選手がちょっとまだデビューしたてなので、2、3戦は最低でもやってからじゃないと、まあ武井選手はでもボクシングキャリアもあるからさ、結構さ、まあ、これで7戦7勝7 KO と。いや素晴らしい、はい。まあ、将来機が熟したらもしかしたらその天心武井というまあメガマッチが実現するかもしれない、そうですね、ワクワクしますよね。でもそうですね、見たいですけど、でもちょっともうスタート早く切ってるから武井選手の方が、僕的には 今は現日本バンタム級チャンピオン堤選手なんかもいいなと思いますね、はい。見てみたいな、やってほしいです、はい。僕も結構あの現役の時は日本人の対決サバイバルマッチとかもやってきたんですよ。日本人で当時ねその頂点立てたのでっていうことで世界行けたんでね、最後ね、そういうのをどんどんやっていってほしいなっていう。まあ、軽量級は特に世界でも日本レベル高いですしね。そうですね、バンタム級より下となると、かなり、やっぱね軽量級の世界チャンピオンってあの結構アジア多いんですよ。それはなんでかってアジアが強いからなんですよね。アメリカ行ってないじゃないかとかね、おめえとかってあの やってないとか思われる方も結構いるんですけど、違うんですよね、いないんですよね。逆に軽量級はアジア本当強くて、まあ、そういう意見も分かるんですけど、でも実はアジア圏が軽量級が強いっていう
そうやっぱ僕は感じてますね、そういう風にね、はい、うん、いないことはないんですけど、やっぱアジア強いですよ、経歴は、はい、うん、僕はこう思ってる、世界取るには実力はもちろん運もそうだから、全て兼ね備えてないと世界の頂点立てない。例えばあのね、ああもうあいつ世界チャンピオン確実だ、もう世界チャン決まってて絶対取るよ、でも試合の何日か前に風邪ひいたとか、うん、それって運じゃないですか、はい、自己管理いくらしても引く人もあるし、いるし、こうやって言う人がいるんです、言ってる人がいるんです、強いものが勝つんじゃないんだ、勝ったものが強いと、ね、結構そういう言葉を残す人もまあまあいるんですけども、まあ結果が全てなんでね、うん、本当僕は本当だから、その勝つためにはいろんなものが兼ね備えてないと無理だと思ってるんで、田辺選手に関して言えばもう全然取れる素質はある選手、うん、だけど絶対取れるよね、うん、とは言い切れない。おそらくと言いますか、うん、一部報道と言いますか、まあ、大橋ジム陣営の考えとしては、これ想像になるかもしれませんが、バンタム級井上尚弥選手が返上したベルトがありますよね、まあ、井上拓磨選手が今 WBA 持ってますが、それ以外のベルト、例えば IBF ですとかクイのベルトを狙っていく可能性っていうのは、これはまあ、あのタイミング的にももしかしたら運っていうところでも武井選手持ってるかもしれないと、はい、そういう展望はいかがですかね。井上尚弥が手放したバンタム級のベルトを狙っていくっていう可能性はありえるんじゃないですか、ありえるじゃないですか。ただ僕はもうちょっと何戦か挟んでほしいなと思うんですが、最低でも2、3戦、はい、うん、まあ3戦ぐらい挟んでほしいな、最低、まあ、将来的にはという意味で、うん、はい、であと僕はできればクイのところに王座決定戦じゃなく世界チャンピオンに挑戦して勝って世界チャンピオンになってほしいって思いますね、はい、なるほど、うん、そういう意味で言うと、まあ、あの同門になるので拓磨選手はないとしても、ね、まあ、うん、WBC 今度ドネア選手がいいじゃないですか。サンティアゴ選手とタイトルマッチやりますんで、もし、ね、ドネアすげえな、ドネア選手が WBC 返り咲いたりなんかしたら、これ武井選手とハードヒッターで面白いっすね。そうですね、うん、そういうのも面白いですね、うん、ただもういい年ですよね、ドネア40歳、40なった、はい、あららららららら、いや、もっとバリバリの現役のチャンピオンみたいな挑戦するところが、ドネア強いですよ、強いですけど、はい、1年、2年はないだろうな、うん、まあ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 、はい、でもまあその夢の対決もあり得るというか楽しみですよね、うんうん、そうですね、はい、期待させてくれる選手、いやもう期待大ですよ、武井選手は、ボクシング界を盛り上げる、あのボディは見事だった、うん、選手の一人ということ、いや面白かったですね、はいはい、ということで、あの武井選手について少しお話をさせていただいたんですけども、まあ将来ね、本当期待ができる選手であり、世界に、ね、取れるような選手だと思えるんで、あと今回の感想で言うと、あの最後の KO を決めたボディーブローはもう本当に見事でね、今回ですごい また武井選手、あ、こういう選手なんだってちょっと知れた部分があって、これからますます楽しみな選手ですね、あの期待大だと思います。はい、今回は武井選手についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。